大黒寺活協の会長を仰せつかっております寺田でございます。いつもお世話になっております。今日は取材ということなんですけども、何を打ち合わせやっておりませんので何を聞いているのか分かりませんけども、2月以降いろんなイベントを中止で残念だと思っております。今回は冬祭りまでもいつもの形の冬祭りができないということが本当に大変残念でございますけども、本当にいろんな行事は不足しております。収束が全く見えない中で、今年度とか来年3月いっぱい何か事業できるのかな、どうするのかなということばっかり思っておりますけども、過去のなんかスペイン風邪なんか見てみますと3年続いたと言われておるんですけども、この新型コロナウイルスもこの先1年で収束するのか3年もかかるのか、これは大変気がかりでございますけれども、とにかく一日も早い収束を願いながら、もし収束が見えたらいろんな行事をぼちぼちと再開していきたいなという考えておりますので、これからも皆さん気をつけながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ぐらいでいいですか。はい。